じゃあ今日はこのゲームをね、やってみたいと思います。これ何て読むかちょっと頭悪いんでちょっとよくわかんないんですけど、名前はひまじん。スタート。これね、こう小さいこの豆みたいなのを食ってってちょっと大きくしていく。で、自分より小さいプレイヤーを食べてどんどん大きくしていくっていうゲームですね。これ早速ピンチ、でかいでかい、早速ピンチなんですけど、これ、わわ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 わ、助けて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 、死ぬ死ぬ。ヒマジンがね、もうせわしなく動いてるっていう。うわ、でかいね。この右上のこれがランキングですね。さてね、どんどんね、食べて、これ小さいよね、なんかコンペイトみたいなのをいっぱい食べて、どんどん自分を大きくして、で、他のプレイヤーを食べて、さらに大きくしていくっていうゲームですね、これ。なかなか来ないね、他のプレイヤー。痛い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 。ここに食べて食べて食べて、あ、食べられた食べられた。こういうのを食べて、でかい。これはでかい。もし1位の人ね、この場所。食べさせていただいて、なんか、あのね、ハイエナみたいな、小じきみたいな。お、これは食べられるんじゃない？なんかこう自分のね、小さくするっていう、なんか、あれもあるみたいで、操作の方法みたいなの。もうでかい。なんかスペースキーを押すと、なんか自分を半分にして、なんかミサイルみたいに飛ばせるみたいな。で、ちょっと離れた、自分の半分以下のプレイヤーが来たら、自分を飛ばして、どう、怖え、でかいよ。自分を飛ばして食べるみたいな。必ずしも重ならなくていいみたいな。勘弁して、勘弁して、勘弁、飛ばされる、飛ばされる。危ない、危ない、危ない。で、このなんかこう、イガイガみたいなやつ。これはなんかこの、イガイガより小さかったらこの中に隠れれるみたいな。で、これよりも大きかったら、このイガイガを食べちゃって、なんかお腹壊して自分が小さくなっちゃう。ね、あ、あれちょっと食べてみようかな。バック。こういう風にね、飛ばして食べれる。でもしばらく戻ることができないから、逃げる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 。でも半分になるとね、ちょっと遠くまで見渡せるようになれるから、まあ多少はね、メリットもあるんですけど、とりあえず逃げる。お、ドイツドイツドイツ、ジャーマニー、ドイツ、来た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 、勘弁して勘弁して、食べられる食べられる、危ない。あ、ほら戻った戻った、よし、これでやっと戻ったみたいな。おお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 お、いいねいいねいいね、バク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 、いいねいいね、食べれる食べれる食べれる、いいねいいね、食べて食べて、おおお、本体が来た、本体が本体が来た、本体が本体が来た、おスチームおスチームが、あ、ほら見て、10位になった今。暇人10位、ここ暇人10位、キヤ、逃げろ。七志くんに食べられる、七志くんに。多分これ6位ですね。6位の七志くん。戻る戻る戻る。よし、戻れ。よし。これ10位、10位。おぉ、でかい。でかい、まんじがでかい。4位の下がいる、4位の下が。でかい、でかい、逃げろ。10位になったね、早速。これどんどん大きくしていかないとね。で、これある程度大きくなると、なんかどんどん、なんだろう、小さくな、食べていかないと小さくなっていくみたいな。だからもう、あとはひたすら食べる。まあ最初からなんだけど、ひたすら食べる。で、この小さいのを食べるために半分になっちゃうと、これはいい。これはいい。よし。
いいんだけど、これね、ちょっと小さくなっちゃうと、戦力が半減というか、機動力もちょっと操作しにくくなるから、早く戻んないかな、早く戻んないかな。浮きちゃった、でかい。でかいでかい。早く戻んないかな。ねえ、おー、来た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 。戻る。なんとか耐えた。9位。9位、来たー、戻った。でかい、これはでかい。これは勘弁して。これは勘弁して。やばい。イガイガがある、イガイガが。食べられる。イガイガに触れると俺も、ちっちゃくなっちゃう。危ない。ちょっとあいつ食べて、ちょっと、ね、対抗したいけど、完全にロックオンされてるね、これ。逃げろ。でもこれもう半分以下にしちゃうと、相手も。俺を食べれないから、危ない。はい、でも今半分以下にしちゃうと食べれないから、さすがに飛ばしてこなかったね、自分の分身を。ここまでね、でかくなったらある程度、ラッキーかな。これは食べたいぞ。これは食べたいぞ。でね、このね、フィールドも無限ってわけじゃなくて、限りがあって、なんか透明な壁みたいなのがね、あるから、そう、うまく端っこに押し付けて食べるっていう方法もあるんだね。ほら、これこれ。で、こうなると、ラッキー。し、でかい。これはでかい。ちょっと三つどもえ。団子三兄弟みたいになっとるけど。ちょ、勘弁して、これ。芋虫みたいになってんね、この色。色的に。もう三兄弟勘弁して。逃げろ。もう団子三兄弟勘弁して。こいつ食べたい、こいつ。こいつ、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 こいつ。あ、フェイスブックがある、フェイスブックが。お、でかいの来た、でかいの来た。上にでかいの来た。おー、まんじ飛ばされた、まんじ。これね、怖いね。なんかこのイガイガもたまにポッと出てくる時があって、で、当たっちゃうとまたちっちゃくなっちゃうんだよね。で、このイガイガになんか餌を食べさせる。こういう風に。餌を食べさせるとイガイガが成長して飛ばすことができるね、イガイガを。で、それを相手に飲み込ませることもできる。で、小さくするみたいな戦法もあって、ちょっといろいろ奥が深いんだよね。いろいろ奥が深いんですよ。あれ、あいつ止まってるよ。落ちちゃうのかな、サーバーっていうか、接続が切れちゃったのかな。これでもちょっと食べれないよね。同じぐらいの大きさだよね。あ、ダメか。食べたいな、これ。これ食べたら一気に3位ぐらいまでいけそうだよね。これ食べたいけど、なんか方法ないかな。ちょ、これ食べたい、食べたい。カナダ。カナダ食べさせて。カナダを食べて、あー、来ちゃった、でかいの。これ5位の人だね、5位の人。来ちゃった、でかいのが。カナダ食べてでかくしよう。来たね。4位になって、4位に。で、これで戻ったらこれ食べれるんじゃない？これ。これ。ドリーかな？ドリー。食べれるんじゃない？これ、ドリー。ドリー食べたいな、ドリー。早く戻れ、早く戻れ。4位で、4位。1位になりたいね、ここまで来たら。あれ？これも？これ7位の人。これ食べたいね。あ、この人は違うのか。あ、5位になっちゃった。戻れ、戻れ。でかい！でかい！やばい！食べられる！食べられる！取られる！